ポケモンソルジャーの A0 です。ミルキングです。マイナーポケモンの技ランキングクイズ。おこの前ポケモン動画勢で別にソフト持ってない友達がさ、動画見てるだけの人に、ああそう、最近モコ戦の動画見たんだけどバルビートすごくねって言ってきてで、え何があって聞いたら、タスキでカウンターできてホタルビートバトンタッチできてアンコールあるんだよすごくねって言ってきてで、これ思いつくのやばないって言ってきて、むしろそれ以外思いつく方が難しいよって言ったら、マジかーってめっちゃびっくりしてたんだけど、てかカウンター初覚えないや、俺もそれ知らなかった。言わなかったらこの二人バルビートにボコられてる確かに今回のクイズはマイナーポケモンはなぜマイナーなのか、それが分かるようなマイナーポケモンの型読まれまくりクイズになりますね。マイナーたるゆえんを。2023年10月のランクマシーズン11のデータからアザ使用率上位4つを見て何のポケモンか当てるクイズです。マイナーである強みってなんか相手にバレないみたいな、多分そういう考えがあると思うんやけど、技ちょっと見ただけでこのポケモンでしょって分かったらもうそれマイナー強みないね調べれば今出てきちゃうからね。そのマイナーポケモンのさ、ポケモン法で調べたらさ、使われてる数が少ないから型分かっちゃうんだよねそうそれしか使われてないってなったそのウーラオスとかカイリュウとかの型分かんないよりもなんかすげえ読みやすいような気がする。じゃあ全10問で一斉回答方式でやっていきます。ほい、では第1問。バネバネット凍える風吹き飛ばしエアスラッシュ、これで合ってるよね。あれあ、俺しか分かんない。あれとかのパターンあんのかな。マイナーなんかなそこはそこは感覚だろ。いやでもえ合ってんのかな、こんな技なのかな、分かんねえや。これ分かんなかったらもう多分全部分かんないよ。嫌な異常者なんでそんな冷たいこと言うの。非常なそんな仕事できないやったらもう何に頼んでも無理だお前ここやめてもどこ行ってもどうせ無理だはい、じゃあ全員の回答オープン。メモサメモサメモスクワガノン。いや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 、上から4つでしょこれ。電キャス入ってるのおかしいなと思ったけど、ネバネバネットなんてもうクワガノンしか知らないよネバネバネットすぎるやろクワガノンははい、正解はアメモスでした。一問正解を目標に頑張ろう。まずはこれはやばい、これをクワガノンって書いてるのはちょっとねえ、アメモス使い歓喜だな。ネバネバネットはわかるけどな。ネバネバネット以外の技何も警戒できないかな。あ、他の技は分かんない。では第2問。トンガード、バトンタッチ、力を吸い取る、めっちゃ強そうじゃね、やばくねお鬼の受けポケモン来た。あ、やばくないわ、俺 SV の一番最初に使ったことある。ほんまかいな、どういうこと、それ謎やろ。じゃあ全員の回答オープン。全員わたっこでした。おお、正解した、おめでとう。おお、正解ありがとうこっちの方が簡単なんだ。バトンガードを覚えるポケモン、モコモコなポケモン、ワタっぽいやつを考えたらワタっ子が頭に浮かんだから力を吸い取る、知らんけど覚えるんじゃね。それ一番ボコられるけど力吸い知らんいやそうだね、こいつってバトン新技、そうだ、ね、SV からだ。こいつ SV ランクマ始まる前にバトン楽しそうだからバトンで遊ぼうと思って使ってたらサーフ後にボコボコにされまくった妥当すぎる。じゃあ第3問。あー、待って、名前合ってる、名前が分かんない、どうしよう、待って何だっけ、待ってそこが怪しいあれ名前あれよ、おもろすぎるそれいや多分だっけど絶対やってる、大ヒントだけど大ヒントだけど絶対やってんだけど、それ大ヒントなの、なんかディズニーにありそうな名前もうヒントがヒントエグいな、それそれヒントだな、なんだろうな、後半だけ、後半だけ、ボディープバーンウェポンで、まあ残りの技はもう正直わかんないよね。バトンタッチ多いな、配られてるからね、配られてるしサーフ号にできることバトンしかないやつらがバトンしようとしてんだそれは正しい。あれか、あれあれあれ、あいつ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 、名前なんだっけ、この前いたってシングル中にいたんだ。そう、あー確かに。全員の回答オープン。はい、全員バウッツェルで。あぶねー、出てきた出てきた、これこれ結構活躍したね、シングル中の対戦確か。てかやられた、見事にボコられたのか、ボコられたのどっちかというとハピナセルセなくてハピナ危ない。あくび願い事バトンって見てよく V 図に釣られなかったボディプレス 85% のフィスアップ、それはそんなやつおらん、失敗したフィスティみたいな確かに。じゃあ第4問。
日連れカウンター猫騙し追い風。うわー、わからん、ちょっと待って、ちょっと待って、はっ待って、えこれわからん、これは、はなの、これってやばい、わかんないと、え、今何も思いついてない、ちなみに、え、これってこいつしかいないんじゃね、猫騙しって何、猫騙し、今にわからん、猫騙し40かって何、これ早押しクイズだったら買ってたな、こんな技構成で戦えないじゃん、え、これ猫騙しがなんか納得いかないけど、あれかな、でもこれ前期だからさ、シーズン始まりのじゃなくて1シーズン通して1ヶ月使われた使用率の累計だよね。いや、まあそれはすごいな、ね、もっと入れるはず、歩くね、猫なの。はい、じゃあ全員の回答オープン。デリバード、デリバード、ダーテング、踊り踊り、ゴーストのやつ。デリバード、あー、デリバード、マジか、デリバードでしょ、デリバードって道連れ覚える、覚えるよ、知らないのか、あ、じゃあ買いかられた、買いかられました、道連れカウンターで1体持ってかれますよ、うわー、2匹持ってかれた、最初剣殺し。デリバードいやー、え、じゃあ第5問、なんだこれは、めちゃ巻いてるな、で巻いた後地割れ打ち出すっていう、地割れ、まずまともなポケモンではないのは分かるんだけど、怖すぎる、誰こいつ、地震じゃなくて地割れが上に来んの、えぐい、地震より地割れ入れてんでしょ、どういう状況よそれ。じゃあ回答オープン。ナマズン、ナマズン、ナマズン、ダグトリオ。あ、ちょ、ナマズンは引き出してないわ。ナマズンは知らん、もう脳みそがナマズンだと言ってる。まきびしって新技やね。そうだね。そうだね。SV 頭にさ、その新しく覚えるようになった技一覧で確かまきびし、ナマズンは見た気がしたから入ったけど。なんかステロ自体も新技じゃないの。あ、そうだね。あ、そう。あ、そうだね。だから嬉しい、嬉しいよ。宇宙でか。嬉しすぎ。じゃあ第6問、あれかこれ、解禁されてるんだったらもう絶対こいつや、多分今日一番自信があるまであるかもしれない、船好きそうこのポケモン、そう、みんな回答オープン。チルタリス、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 ポケモンスリープのシーヤの実拾ってくる最強ポケモンの一角だ、一丁前に渦使ってる、あと SV 鬼火覚えるようになったからそっちの方が強いと思うけどな、え、鬼火覚えんの、鬼火全然知らんかった、あら、じゃあまたかもられる、かもられるね、はい、水ウラオスかもられてます。こんなん絶対剣舞でいいやんってなったら鬼火打たれたら多分マジで切れてるね俺、はい、はい、かも、マイナーポケモンは読まれないんだよな。では第7問、なんだ、肩がばらけてるで、肩が固まってるという感じではない、肩が固まってる、だって 45% だからね、一番上ですら、あれだ、わかった、ドクドク、すり替え、すり替え、ドクドク、トリックじゃなくてすり替えね、サイコキネシス、ドクドクを覚えるポケモン調べておけばよかったな。全員の回答オープン。スリーパー、スリーパー、スリーパー、怪しし、ああ、スリーパーなのこれ、多分怪しし、この中のサイコキニシス以外覚えない。覚えないか、はい、スリーパーで正解です。はい、毒毒のイメージないけど毒ガスのイメージある、ああ、それはある、そう、だから多分 SV で毒毒をもらえたんだ、みんなトリックじゃなくてすり替え使うんだ、ああ、こいつトリックも覚えるか、おしゃれだからすり替えの方が封印対策になるしな、どう考えてもそれレベルだからだろ、技マシンもったいないから節約されてんの。じゃあ第8問、攻撃技がね、攻撃が殴る気ないじゃん、これめっちゃむずいよな、こういう系草タイプ全部これやん、守るとか言い出したら何でもありやん、でも 40% 守るってマジか、これはこれや、はよはよはよ、ヤドリギ高校生瞑想遅いって諦めよう、何か書こう、いや俺もっと待ってたから、そんなそうか、あー、どっちだどっちだ、どっちとかあんの、二択なんだけど、どうしよう、じゃあ全員の回答オープン。トロピウス、トロピウス、フラージュ、ストロピウス、あ、収穫や、トロピウスって瞑想覚えるの、覚えるよ、 SV からね、フラージェス、ヤドリギないやろ、瞑想は知らんかったけど守るで収穫ちゃうんと思って、おトロピウス、いい、鋭いね、正しいね、はい、正解はトロピウスでした。二択って何、え、二択、リーフィア、これはやばい、リーフィアで、これは一応両立できんなと思ってやばすぎる、さすがにもうちょっと技あるやろと思って、これ無理だな、完全に頭の外だ。まずポケモンが浮かばないと厳しいな、やっぱ。じゃあ第9問、何、あー、はい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 、これだけど弱すぎない、これだけど弱すぎない、これそんな上で、これもうテラスタイプまで知ってるし、なんで知ってんだよ、この技構成じゃさ戦えないじゃん、役割が1個あるんだよ。
はい、では全員の回答をオープン。チリンチリンチリンベラカス。チリーンか。ベラカス巻きついてきたらなんか汚そうやな、ね、考えちゃったね。嫌だな。正解はチリンでした。これ鋼テラスしてガチグマ捕まえるんじゃない。それ以外考えられない。つってなんかこれ新技あんの。新技はまあ一応足場とか新技なんじゃない。でバトンとか暗号もあるよね。マジいっぱい来たから最弱じゃなくなりそうみたいな話を言った気がする。さすが最弱を普段から決めてるだけはあるな。その辺ちょっとちゃうよな。ちょっと立場かな。そうだよな。じゃあ最終問題第10問。欲張りだな。なんかすごく上から殴りたそうな顔してる。陰打ち高速スピン。これやばいよな。いやーちょっとこれ降参かもしんない。サレンダー。じゃあ全員の回答オープン。ネッコアラネッコアラサンドパンゴローニャ。ゴローニャの不意打ち。なるほど、まあまあいいや。ネッコアラのことを考えたこれゴローニャやん。これどう考えてもネッコアラ、はい。サンドパンは不意打ちをしないし、ゴローニャは剣舞もしないだろ。いやでも不意打ちできるじゃん。不意打ち今できないんじゃないの。今できない。ゴローニャの不意打ちって HGSS とプラチナの教え技でしょ。くそー古い知識すぎたか。ネッコアラって何やねん。ネッコアラの技すごいんだよ。何がすごいの。ネッコアラどこがすごいの。直気が多いんだけど技構成のランキングがすごいんだよな。ちょっと見に行くか。確かノーマルのまともな攻撃技入ってないよな。ひどいなぁ。ちょっとひどい。ちょっとめちゃむずい。最後の問題。絶対ネッコアラで一番強いのとっておき寝言だから。そんなことできるの。とっておき寝言。寝言打ったらとっておきが出る。はい、かもられた。かもられないけどね絶対。A115 の鉢巻き威力100。かもられるじゃん。ガルーラの捨て身タックルぐらいあるぞ。では結果発表。 A0 10点、切ない10点、ヘルピン7点、箱舟4点、 A0 切ない満点でした。さすがにだな。最弱決定戦やってるだけはあるわ。わざわざそんな動画で取り上げるために調べようとかしてないからな普段。調べなくてもマイナーポケモンの覚える技ぐらい、まあ、確かに。でもネッコアラはむずいと思う。ネッコアラはポケソル知識だけど、まあまあちょっとその俺が間違えた2匹もそう。まあ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 デリバードに変わる。まあまあまあカウンター道具みたいなのを引き分かれる。デリバードはそのクイズを考えるときに頭の中に出てこなかったんだけど。知ってはいる。でもダーティングの道連れ警戒してカウンターも警戒して無駄な択をする可能性もあるぞ。調べてる間に思考時間が奪われ、選択時間45秒も奪われ、そして負けるのであった。でもダーテングは毒火とか鬼火とかも来たからね。あ、こいつも鬼火鬼火。ほらほらほら、はい、ダーテングに変わられた。真空波もあるぞ。パオジャンかもられるぞ。パオジャンやられる。あ、それもなんか、それもなんかぼんやりとなんか知ってたような気がする。でも逆に言うとこれだけマイナポケモン使えばヘルピンさんにワンチャン勝てる可能性あるぞ。別に意表をついてアドを取られなきゃいいからね。マイナーあるあるだけど、なんか意表を突かれまくるけど最後にこっちのポケモンはそんなに倒れてないっていうのあるあるだからね。なんかいろいろあったけどなんやかんや言うまい神速海流で勝ったみたいな。やりたいこと全部やられた末に海流で倒したみたいなのあるあるだからね。まあ、とはいえこれちょっと4点だったらマジでボコられる気がしたから、やっぱ勉強は大事やな。過半数初見ゴールされとるから。ナマスの地割れでうわーって言ってる多分。別にこのスリーパーを全く知らなかったとしても別にいいけど。でもこれ多分トリックすんの尻尾トリックでしょ。あとか、そう、そういう系統なんじゃない。うーん、そうだろうね。いやでも分かんないよ、このマイナーポケモンがサポートして裏からとんでもない強いポケモン出てくるかもしれないからね。結局さ、すり替えでアド取られて裏から海流出されたらもう強いからね。マイナーポケモンにはご注意を。 あとサーフ号を入れるといいです。そう、困ったらサーフ号入れとく。それは本当に正しい。何の方でもいいから一旦入れといたら何とかなる。ここのリストに入ってるやつ大体サーフ号で完封する。確かに。チルタレス、スリーパー、トロピウス、チリーン、ネッコハラ全部サーフ号できるやん。サーフ号良くないな。多様性を潰してるね。夢を奪ってるからな。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。よろしくお願いします。